こんにちは、植木屋ケンチャンネルです、いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、植木屋さんが家のものをね、間違って持って帰るというね、ちょっとあるあるの話をねしようと思います。ちょっとたまたまタイムリーでねあったんで話そうと思うんですけれども、カラスネットあるじゃないですか、ゴミを出した時にカラスに荒らされないようにねかぶせるネット、あれとね、植木屋さんが、たまたま僕が使うね、その木にかけると掃除が大変なんでね、散らばったら、ですんで木切る前にね、ちょっと木にファってかけとくネットがね、ほぼ同じやったんですよ。でそれを間違って持って帰ってしまったんですよね。でよくあるんですよ、そのネットとかそんなないかもしれないんですけれども、ほうきとかね、そういうのって結構持って帰ったりしてしまうんですよね。で親方はねそんなことないんですけど、たまたま来てもらったね職人さんとか、わからないじゃないですか、そのバイトの子とかね。でそういうことが起こってしまうという。で今回がそのカラス除けネットやったんですけど、そのちっちゃいほうきとか間違って持って帰ってしまったらね、あまたちょっと持っていきますわって、なんかでは家の方もまあなんかのついで近く来たらまた置いとってみたいなね感じなんですけど、そのネットに関したらね、その日カラスに荒らされる可能性があるんですよ。でちょっと詳しく話したら、朝電話あってね、でカラス除けのねネットがないんですけども、ひょっとして間違って持って帰ってない、疑うつもりはないんですけれども、間違って持って帰ってないですかっていう電話があってね、でもうすぐピンと来たんですよ。あ絶対うちやと、もううちしか考えられへんとね、そのなくなるって、その家たまたまもう2日前ぐらいに入ってて、でバイトの子来てもらってたんですよね。じゃあそら間違うわと、なんか責めるつもりはもうとないんですよ、もうそら間違うわなという感じ、納得ですね。で僕が言うてなかったのも良くなかったでしょうし、でそうなんですか、でその時もね電話で、ちょっと1時間ぐらいかかるかもしれないですって言ったら、って代用品もないしね、そらそやなと思って、ですんでも申し訳ないなと思って急いでね、もう飯も食わずにね、もう顔も洗わずに、もう朝やったんですけど、もうすぐチャリンコでね、もう立ち漕ぎですわ、もう縦坂道ビュー、もうジブリみたいな感じですね、ジブリのワンシーン、もう上からヒューっていう感じで飛んでいってね、で自分の先置き場行って見たらあって、もちろんあってね、それ入ってるわみたいな感じであって、でそれ持ってお道具さんのとこ行ったらね、家のそのゴミ捨てる置き場のあたりでね、3人ぐらいでなんかちょっとこう井戸端会議みたいなのしてましたね。で行ったら、ちょうどそのこと喋ってたよって言われて、すいませんでした。で電話って本当ね飛んでいったんで、多分20分もかかってなかったかもしれないですね。でなんとか事なきを得たんですけれども、たまたまね持っていける近く、そのまだ出勤しなかったんでね、よかったです。あれ遠い現場とか行ってたらね、持っていけなかったんで、でその間家の方ね代用品もないし、わざわざホームセンターでね買いに行くわけにもいかんしね、見張ってるわけにもいかんしね、でその間にもしカラスに荒らされたらんであれば、その方が掃除するとかになったら、ちょっともうものすごい迷惑をかけることになるんでね、よかったな、なんとかセーフやったなと思って、でそのバイトの子もね間違って入れてしまったのも、全然どんま相手感じですね、そりゃ間違うわと、僕が言うてなかったんかったらあかんかったなと思いましたね。そんなことがねたまたまあったんでね、もう改めて、皆さん注意されることとね、その逆もあると思うんですよ。逆っていうかね、シートカラス除けのシートとかがね急に紛失した場合は、そういえば近所に植木屋さん来てなかったかなっていうのもね、一つちょっとね考えてみることもお勧めいたしますね。ひょっとしたら持って帰ってる可能性あるんでね、こういうね植木屋さんがたまたま色が一緒の場合ってね、やっぱ間違う可能性高いと思いますね。カラス除けのネットもね、色は結構いろいろ決まってないみたいですね。でこれ黄色とかでしたらね、間違うことはなかったんでしょうけれどもね。であと見てたらですね、こんなねおしゃれな、ほらこんなおしゃれな色もねありましたね。これはもう週末リッツにチョウザメの卵とか乗してそうですね。これおしゃれですね。はい。
ですんで、そういうね、あのカラスよけネットを植木屋さんが間違って持って帰ってしまったというね、事例がね、多分ニュースにはなってないんですけれども、全国でね、3263件ぐらいね、あるんちゃいますかね、僕の予想なんですけど、はい、と、あと、その、まあ、ネットだけじゃなくてね、もう、ほうきとかは多分よくあると思うんですよ。ですんで、あのこの動画、見てくれてあるね、植木屋さんも多いんですよね、見てくれてる方ね。まあ、この前、たまたまね、あのゴミ屋でね、同業の方に声かけられてね、びっくりしましたね。その嬉しいっていうか、もう驚きましたね、見てますよみたいな、びっくりしました。ということ、あ、すいません、ということ、あ、この前の方、はい、声かけていただいてありがとうございました。はい、でね、でそんな感じで、ですんで、あ、こんなん持って帰ってしまったとかね、もしあればコメント欄に入れていただけたら、ちょっと楽しく拝見させていただけたらなと思います。はい、そんなところです。ちょっとね、今回あの、まあ、今から11月12月ね、すごいバタバタしてきますし、あの応援の職人さんとかアルバイトとかもね、たくさん読んで仕事をこなされていくと思いますんで、まあその間違って持って帰ってしまったとかはね、取り返しつくんですけども、やっぱバタバタすることによって怪我とかね、出てきますんでね、あの同業者の方ね、お互い注意して作業安全第一でね、していけたらなと思っております。というところですかね。あとはもういつも、見ていただいてね、ありがとうございますということです。またあの次の動画ね、楽しみにしていただけたらなとね、思っております。本日は、どうも。いつもね、あのこのまとめるときグダグダです考えときますね。なんかいい感じね、なんかね、まとめるときいつもこうグダグダなってますよね。ちょっとこの辺ちょっと回路していただけませんね。ということで、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、最後ちょっとおまけの動画です。こちら前にね、出したあの暴走シートが大失敗しましたというね、動画作って出したとこのね、現場もうこんなになってますね。けどある意味ね、美しいですね、これね。神様のいたずらですかね。はい、ありがとうございます。